スベトザル・ボロイエビッチスベトザル・ボロイエビッチオドボイネ、あるいはシュフェトザール・ボロイエフィク・フォンボイナ1856年12月13日1920年5月23日は、オーストリア・ハンガリー帝国の軍人。ナティに属する聖教徒の家庭に、クロアチアのコスタイニツァで生まれた。士官学校を出て、陸軍入隊後。 1878年のベルリン条約に基づくボスニアヘルツェゴビナ新中に参加。その後士官学校で再教育を受けてから、今度は数年間教官を務めた後、再び指揮官に復帰している。1914年に第一次世界大戦が開戦すると東部戦線に配属され、1914年9月の初めは第三軍の指揮官に転身し、 10月の初めに彼はプレツミスル要塞をロシア軍の包囲から一時的に解放しプレツミスルの昇降状態をもたらす。しかし東部戦線ではオーストリア軍の敗走が続き第三軍もカルパティア山脈まで退く包囲されたプレツミスル要塞を救援すべく年明けの1月の真冬に攻勢命令が参謀本部から出るが真冬のしかも 山中の進軍はほとんど叶わず、攻撃は翌月に中止され、翌3月には、プレツミスル要塞のオーストリア軍は降伏し要塞は解除する。しかしほどなく、ドイツ軍の増援が到着し、アウグストフォン・マッケンゼン率いる、独大11軍とヨーゼフ・フェルディナント大港の大台4軍による、戦線の突出部のゴルリッツ突破を果たすが、この間、 イタリア王国がオーストリアに戦線布告し、ボロイエビッチは、プレツミスル奪還を見る前に、イタリア戦線に転属となり、工事を真っ健全に託す。独王軍は、翌月にプルゼミスル、続いて、レンベルク奪還を果たす。イタリア戦線では、第四軍司令官となり、イタリア軍をイゾイント川を挟んで退治する。この川を挟んだ。 イタリア軍の攻勢を貨幣であったにもかかわらず11度にも渡って彼は防ぎきっている。そのため依存その騎士の異名を取った。1916年5月1日には上級大将に昇進を果たし、1917年8月23日にはイタリア戦線の指揮官に、1918年2月1日には陸軍元帥に昇進。 マリアテレジア軍事勲章た多数の勲章を受賞した。オーストリアが数において優勢であったイタリア軍を知り添けることができたのは山岳地形を有利に利用した防御戦術であり、戦線は11回にわたる攻防戦においてほとんど変わらなかったが、続くカポレットの戦いとピアーベ川の戦いにおいて戦況は両者の間で大きく揺れ動くことになる。オーストリアは カポレットの戦いにて、ドイツ軍の支援のもと、イタリア軍に対勝したが、続くピュアーベ川の戦いの攻勢に失敗。敗戦間近の沿線気分のもとで、脱走兵を大量に出す中、ボロイエビッチは、退却命令を出すが先回りしたイタリア軍に補足、襲撃され、降伏に至った。これをもって、オーストリア軍はほぼ消滅し、終戦とともに、 帝国はなすすべもなく解体し、彼も退役となる。戦後、領土を縮小された、オーストリア国内に移住し、1920年5月、クラーゲンフルトで死去。モルセリー、マリオ、キャピレット、1917、ビクトリー・オア・デフィート、ラウトレッジ、P41、ISBN0714650730。 9兆7807億1465万739パーマー。アラン・ビクトリー1918グローブプレス。p 1 8 5 i s b n 0 8 0 2 1 3 7 8 7 3 9兆7808億213万7876タッカー、スペンサー、ザ・ヨーロピアン・パワーズ・イン・ザ・ファースト・アールド・オー,ー、テイラーフランシス。 p762isbn08153039989 兆7808億1530万3992ブルグデビッド F ブルグアルマナックオブワールドオーアイユニバーシティープレスオブケンタッキー p 6 7 i s b n 0 8 1 3 1 9零8 7 8 9兆7808億1319万877 ナイバーグ、マイケル・エス・ウォーフェア&、ソサエティー・イン・ヨーロッパ、1898ツーザ、プレゼンティー、ラウトレッジ、P47、ISBN0415327180、9兆7804億1532万7183。ありがとうございます。